んちゃおっといてんらひろみ、ひろみです。羽田からホーチミンのタンソンニャット空港へ深夜便でやってきました。これから街に出かけてホーチミンの観光名所を歩いて巡ります。あ、お兄さん YouTube 見てますベトナムに出ました。あ、すごい、めちゃくちゃね、湿気感じます、湿気これがホーチミンですよ。でここはね、いつも来た時はね、ここにブワーって、こっちもブワーって旅行会社の人とか、あとお迎えの人とかがもうたくさん埋め尽くされて、ね、いるんですけど、今日全くやっぱりいないですね。なかなか飛行機に乗ってる人もそんな多くなかったからかな。でここから市内にね移動したいと思うんですけど、空港何があるかちょっと見とこうかなと思います。中の SIM カードとか、あと両替屋さんは今の時間まだ5時46分なので空いてなくって、唯一 SIM カードお兄さんがね、あの SIM いらないって言ってくれたので、そこで買えました。よかったよかった。でここがなんだ、フォーのお店ビッグボールですって。ベトナムは朝フォーとかも皆さんするので、朝からフォー食べてます。これはスターカフェ、あ、コーヒー屋さんもあります。値段はエスプレッソが 42,200 ドン、アメリカーノが 52,000 ドンぐらいなので、まあ、200円300円ぐらい、そんな高くないですけど、街に比べたらちょっと高いのかな。でここはバーガーキングです。ベトナムにもバーガーキングがあります。昔空港着いた時、暑いからまずここのバーガーキングでお水でも買っていこうかなと思って、ここ来たらお水めっちゃ高くって、今そんなでもないのかも。その時はね500円ぐらいしたと思うんですけど、あ、そうでもないなでもエビアンの500が340円とかなので、え、お水そんな高いのって思ってね。でベトナムって物価安いはずじゃないのと思って、ちょっと空港は空港価格があるのかななんて思ってて、うん、なんですけど意外とそこら辺はそんなに高くなかったです。というわけで街に行きましょうか。まだ朝成り立てだからやっと明るくなりました。着陸の時は真っ暗だったんですけど、もうね朝で鳥の鳴き声が鳴いて、この南風ですね、南風すごいです。あ、風があるわけじゃなくって、この漂う南風の空気、うん、まずは今日泊まるホテルに行って荷物をね預けられたら預けたいなと思って、あんまりね大きい荷物持ってると観光もしにくいので、一回ホテルに行こうと思います。ホテルは市街地の方にあるので、ここの空港から30分40分ぐらいかな。タクシーに乗ってもいいけど、今日はねバスで行こうと思います。前回もバス使ってあそこのシャトルバスから乗ったんですけど、あのシャトルバスね5時半とかもう動いてるはずなんだけど、誰も人がいない。あそこでチケット買えるはずなんですけど、1人2万ドンで行けます。100円ぐらいで行けるから、かなりねお得に市街地に行ける。一番安く行けるのはねこの方法じゃないかな。でも人がいないはい、おー、ハロー、ハロー、アイムジャパニーズ、トイコンノイディエルビエット、ん？ん？私は今ここにいます。Where are you?Where are you? 結局バスが通ってないみたいだから、グラブカーで行きます。なんですがグラブカーの人とね今電話したら、ベトナム語の会話だったから私全然ちょっとあれだったので、本当に来てくれるのかな。メッセージが来た、今行くねって。待ってましょう。グラブっていうのは配車アプリで、まあ、いわゆるウーバーの感じですね。
アプリで配車して連れて行ってくれるタクシーです。これすごい便利なので、またこの詳しい使い方は紹介しようと思うんですが、あ、来たかな、あの車か。はーい、よいしょ。ハロー。ハロー。朝の最後はめっちゃ気持ちいいです。あ、本当最後だ。この南国の風とバイクのクラクションが本当ベトナム来たって感じ。そしてめっちゃ飛ばしますね。めっちゃ飛ばすありがとう。Yes, ah, thank you. ありがとうございます。はい、ありがとうございます。荷物預かってもらってだいぶ軽くなりました。今日泊まるホテルはこちらの、あ、四つ星になってます。四つ星、すごい素敵なホテルで楽しみです。で、この目の前の通りがすごくないですか。めちゃくちゃすごいバイクの量。まだね、8時半とかなんですけど、めちゃくちゃの交通量です。すごい、みんなね、通勤でバイク使ってらっしゃるのかな。この道路の向こうにあるのはね、サイゴン川です。サイゴン川めちゃくちゃでかくって、本当にあの水深も深いからでっかい貨物船が通ってるんですけど、すごいいいね、バイクとサイゴン川のこう開けた感じと、そして鳩バイクをすごい、何回見てもすごいですね。多すぎてね、普通にいるだけでもめちゃくちゃうるさいぐらい。まずはその辺をふらふら歩いてみようと思います。にしてもバイクすごすぎて、私の声が皆さんに聞こえているかどうかもわからない。それぐらいめちゃくちゃすごい量です。もう量もすごいけど音もすごいすごい。あそこにそびえ立つのはね、ビテクスコタワーっていうのすごく大きな建物です。40階、50階、60階ぐらいまであったんじゃないかな。それぐらい大きな建物にしてもすごい暑いです。ムシムシしてきました。もう外で朝ごはん食べたいな。路上でね、歩道で朝ごはん食べれたら最高だなと思うんですけど、まずはね、朝ごはんを探しに行きましょう。あのお店めっちゃ繁盛していいかなと思ったけど、いるじゃん。なんで？牙出とる。ここがドンコイ通りです。ドンコイ通りはね、ベトナムの銀座と呼ばれている通りで、ブティックとかちょっと高級なお店とかが立ち並んでます。だいぶシャッター降りてるなって気もするけど、これ朝だからなのか、それともコロナで、ね、閉店しちゃったのか、どうなんだろう。ここは結構観光の中心地だからホテルとかも多いし、逆にこの辺にホテル取ったらすごい観光もしやすいからおすすめです。
前泊まったボンセンホテルもね、あそこにありますね。そう、シェラトンホテルもあそこにあるから結構行きやすいとこですね。あ、渡ろう渡ろう。さすがカフェ天国のベトナムなので、カフェがそこら中にあります。このカティナっていうのは、このドンコイ通りがもともとカティナ通りだったのかな、そういうのがあってカティナ、その横にフックロンという、またこれは有名な、ね、ベトナムのカフェ。ひとまずフックロンでジュースでも買おうかな。チャーっていうのがね、お茶のチャーです。わかりやすい、チャーはチャーです。フックロン買いました。もうね、飲み物一つ買うだけで大苦労、大苦労めちゃくちゃ大変これ5万ドンって書いてたんですけど、なぜか4万9000ドンで買いました。250円ぐらいです。ここにね、大きな広場が、あー、めっちゃ久しぶりに来たよ、めっちゃ久しぶりだよ。大きな広場来たから、ここでちょっと飲みましょうか待って待って待って、鳥めっちゃいるんだけど、え、横断歩道の仕組みよくわからないんですけど、これ押していいのかな、押して気をつけて渡りましょうってことなのかな。広場やってきた。通りグウェンフエ通りと言います。ここはもうみんなのなんか遊び場とかイベントとか、もうちょっとたまり場っていうか、そんな感じのところですね。イルミネーションしたりとか、なんかちょっとしたみんなでバイバイしようみたいなところです。ベトナムの旧正月にホーチミン来ること多かったから、いつもねここライトアップしてめちゃくちゃなんか派手な、なんか、めちゃくちゃ派手な装飾がしてあるんですけど、なかったらこんなに広いんだ。そこのベンチでとりあえず水分補給だ。ウェンフェ通りは広場なんですけど、こんな縦長くねこうなっているので、すごいね、いろんなところ見えて、向こうにはね人民委員会庁舎とかもあり、あちら側はサイゴン川がありまして、こちらビテクスコタワーがありまして、なんかいっぱい何でも見えるところです。ホーチミンでね、何か辛い時があったらここに来ればいいんじゃないかってぐらい、うん、それぐらい開放的な私にとってはそんな場所です。あー、いいね、ベトナムいるよ私。昨日まで日本だったのにさ、すごいよすごいよ。早速ロンガンティーを飲もう。お、美味しそう。フックロンのロンガンティーです。初フックロン。あ、美味しい。あ、すごい蜂蜜みたいな味する。蜂蜜ロンガンって、あのウニみたいな、なんかマリモからなんかふにゃふにゃって生えたようなあの果物で、リュウガンっていう果物なんですけど、それがすごい蜂蜜の味がします。すごい甘くって、この甘さだって甘さがすごい染みますね。朝からこの甘さ、ドーンドーンやっとベトナムに来れて、なんかすごく実感がまだ湧いてないです。うん、本当に、あ、私今ベトナム、あれ、ここベトナムだっけってぐらい、いや、いるって感じするんだけど、本当にベトナムかなってぐらい、うん、すごい不思議な感覚です。せっかくだから今日からなんか張り切って、もうめちゃくちゃいろいろ回ろうと思ってたんですけど、結構深夜便ってきついですねすごい体疲れがどっときてて、ちょっと休んだ方がいいんじゃないか、この後の日程のことも考えたらちょっと休もうかなと思ったり、あ、でもなんかいろいろ見て回りたいって思ったり、どうしようかなって今思ってるところで、まあ、今日は適度な感じでホーチミンを楽しんで、今まで行ったことあるようなところにまずは巡ってみたいなと思ってます。
中に入れれる実選べたんですけど、ハスにしてみました。ロータスだからハスですよね。ちょっとスプーン落としちゃったから、これハスかな、ハスの実かな。なんだこれ、ライチみたい。え、ライチじゃないよってぐらいライチ。もう一日中ここにいてもいいなって思っちゃうけど、これで旅行が終わるのはちょっとね、あれなので、いろいろ回りたいなと思うけど、ここがねすごくもう時間が止まったような感じでね、あっちにホーチミンさんの像がいらっしゃるので見に行きましょうか。この辺は観光の人がね行くもう大名所みたいな感じなんですけど、観光客の人は、あんまりてかほとんどいないかなっていう感じですかね。ベトナムのニュースにもね、観光客まだそこまで入ってないっていうニュースもあったので、もうちょっと戻ってくるまでは時間かかるかもしれないけど、まあ今朝だからね、朝早いからなのかもしれない。見えてきました、すごいよ、綺麗だよ。大きな噴水もあります。これね、ハスの花で、ベトナムの国花がハスの花なので、ここにね、でっかくドーンと。お兄さんめっちゃ覗き込んで写真撮ってるベトナム人のね、男の人はね、写真撮るのすごい上手みたいですよ。ベトナム人の女性がこう写真をね、うまく撮ってくれないと別れるみたいな、それぐらいになっちゃうから、もう男の人のね、腕前がもうすごい、めちゃくちゃ上手で、こっちがここドンコイ通りの方なんですけど、市民歌劇場の裏側で、ここの広場整備されたじゃないですか。私前回ベトナム来た時、ここね、もう全部工事の線が張ってあったんです。本当何も見えない状態だったんですけど、こんなに綺麗になって、で反対側はまだまだ工事中といった感じなんですけど、これ何かっていうとね、地下鉄ができます。ホーチミンに初めての地下鉄ができます。地下鉄って言っても結構高架部分が多かったりするので、まあ、メトロができると言った方が正しいですかね。すごい綺麗になって、なんとなんとここは日本製の地下鉄が走るということで、まだねもうちょっと時間かかりそうなんですけど、だいぶもうなんかできそうな感じ、楽しみだな。友達東京いるの？日本人からの名刺も日本人。マサユキ、あ、友達あ、さん？おお。なんで知ってんの？本当に、まあ天気いいね。I'm glad of what I know many. You know, お土産。危ない高い。最後市場危ない高い。最後市場危ない高い。ビンタイチバ。お持ちだけいただくよ。1時間で50万ドン。ああ、ちょっと高いな。No, 1時間 long way ね。Long way だね。とえベトナム。とえベトナム。とえすごいベトナム。ベトナム1時間で。You know, 青菜。あ、青菜。市場安い。あ、そうなの？おお。You go and then you try many, many colors. Hey! You know me coffee? Toy ko? What? Aozai? Oh, Nyatbang. Oh, no. Come on. Arigatou. Tao nãy giờ. やってきました、ホーチミンさん。もう帰ってきましたって感じですね。ホーチミンさん、ただいまです。こちらがベトナムの英雄でもありますホーチミンさんです。お天気いいからね、すごい綺麗にホーチミンさんね。ここはホーチミン市で、このホーチミンっていう名前はこの男ってこの英雄から取られました。ホーチミンさんから取られてホーチミン、その前はねサイゴンって呼ばれるところです。ベトナム戦争はベトナムの南北で争われていて、ベトナムの中の、内戦じゃ内戦ですけど、
アメリカとかフランスとか他の国々が入ってやられた戦争で、ホーチミンさんは北の方の人なんです。ここホーチミン市はベトナムの南の方で、結果北の方が、まあ、勝ったって言ったらあれだけど、まあ、北が勝って、でこの南のサイゴンという都市がホーチミンさんの名前が取られました。ベトナム戦争を終結に向けてもう尽力してくださった方ということで、ホーチミンさんがここにドドンとあります。ベトナム戦争って決して昔の話じゃなくって、ほんの45年前ぐらいにあったお話なので、まだたくさんの方がね、こう傷が癒えないっていう方もいらっしゃると思うんですけど、ホーチミンさんが尽力してくださったということで、こんなに立派な像が立っています。ここにね、本物のハスがすごい綺麗にあります。ハスとスイレンって一緒だと思っててでもどうやらね、スイレンとハスって違って、調べてみると茎が伸びているのがハスで、伸びたら花も上にこう乗っかっているといった感じのがハスで、スイレンは水の上から直接花が咲く。だからモネのスイレンって、私てっきりねベトナムの国花だなんて思っていたんですけど、あれはまたハスとはちょっと違うのかな。これはハスなので、すごい上にビヨーンと伸びて綺麗に咲いてます。すごく綺麗だな。ホーチミンさんのバックにあるホーチミン市人民委員会庁舎は、本当はね、なんか撮影しちゃダメとかっていう話もあるんですけど、このホーチミンさんを撮る、なんか遠くから撮影する分にはいいよみたいな感じだそうです。だから近くで撮影するのはあんまり良くないみたい。めちゃくちゃ綺麗ですよね。あれね、100年、110年、20年前ぐらいにできた建物で、そうとは思えない。めちゃくちゃ手入れされてるんだろうなって感じ。綺麗な青材を着たお姉さんの撮影もありますね。ベトナムの魅力の一つに青材を着た人が街に結構いて、写真撮ってる人もいれば、あと会社の制服なのかな、なんかおもてなしの服、スーツみたいな感じで皆さん青材着たりとかするから、こうやって観光で歩いているだけで青材お姉さんが見れるっていうのがいいですね。来たくなりますよね。うん。居心地が良すぎてグエフェ通りにもう2時間ぐらいいちゃいました。これからこの道路を渡って向こうの方に行こうかな。でもね、なかなか道路が渡れないんですよね。この あったあったあった。青になった、青になったけど止まってくれない。あ、止まったと思ったらもう点滅。未だにこの横断歩道の渡り方がちょっとマスターできてないんですけど、これは、あ、自転車だ、レンタル自転車ですね。これ最近じゃないかな、去年かなにできたばっかりのレンタル自転車。ホーチミンは基本バイク移動とか、まあ、車の方もいらっしゃるけどバイクの量多いから自転車使うかななんて思ってたら、意外と使ってる人がねいるみたいで、結構安く使えるみたいです。ちゃんと iPhone ね、あ、すごいすごい、ちゃんと iPhone つけれるし、カゴの中にはカップホルダー。ベトナム分かってらっしゃるって感じ。いや、だってベトナムが作ったから、そうだよね。こういうのでも移動できる。観光客はバイク乗りたくても、なかなかレンタルバイクするのってかなりの上級者じゃないですか。この波をね、こう一緒に、波を一緒に作れるって。だけど、このレンタルサイクルぐらいだったらできそうな感じしますけど、決済方法とか多分、ベトナムの決済方法じゃないかな。だから観光客向けではないのかもしれない。あ、もうバイク多いからめっちゃ走りたくなるんですけど、絶対走らないように周りをよく見ながら早歩きは OK かな。安全に渡らなきゃね。これ難しくって、ベトナム右側通行だからそっちだけ見とけばいいのかなと思いきや、
逆走とかいっぱいいるし、なんかね、交通ルールもね、日本とちょっと違って、右だったっけな、右はなんか信号に関わらず曲がっていいみたいな決まりとかあるので、決まりとかじゃなくって、もう一台一台ちゃんと見るしかないなって。路上で靴磨きしてる人もいれば、バイク修理してる人もいるし、食べ物売ってる人もいるし、本当ね、コーヒーとかも飲めれるし、街歩いてるだけでなんかお店に入らなくても何でもできそうな感じです。なんかね、思った、もちろんバイクも多いけど、車がねすごい増えた気がします。なんか車、しかもちょっとごっついでかい車が多くなった気がする。ベトナムね、経済がバーンって発展していってるから、それでちょっとずつ車社会に、ほんのちょっとずつだけど、なんかこう移り変わっているような感じがします。うん、大丈夫、友達、ノーレッド、ノーレッド、お腹空いたので、この分流、分流屋さんでご飯食べよう。朝ご飯食べてなかった。オッケー、ワンパーソン。ハーフヌードルワンプリーズ、ワン。はい、ありがとうございます。歩いてたらね、暑くて、でマスクしてるからかも、こもって、熱がこもってちょっと気持ち悪くなりかけてたので、とりあえずね、朝ごはんも食べてなかったから食べましょう。こういう食堂がね、もう一番美味しいかもしれない。ベトナムといえばプラスチック椅子、ね、この感じがまさにベトナム。これがチマキなのかな、食べたら食べた分だけお金払う方式のチマキと、これは何、見た目八つ橋みたいな、おせんべいよりわらび餅みたいな感じのよう分からんけど、うん、おしぼりがやってきました。このおしぼりもね、使ったらお金かかります。多分3000ドンぐらい、20円ぐらいだから、まあ使ってもね、いいかなって感じですね。カモン、あ、はい、ありがとうございます。分流来ました、美味しそう。分流はカニとトマトのお汁に分っていう麺が入っています。分は米粉でできてるからね、とてもヘルシーに。この野菜もりもりがベトナム流、これはちょっと辛そうですね、辛そう。早速ベトナム第1食目いただきます。ベトナムってお箸拭いて食べるっていうなんか習慣ありますよね。なんですけど、何で拭いてたかちょっと忘れたから、せっかくだからこれ使おう。うわ、めっちゃ香水の匂いする。え、香水だ、え、めっちゃ香水。いただきます。お出汁が美味しい。あ、お出汁、お出汁が濃厚なんだけど、癖が強すぎるわけでもなく、でもめっちゃ濃いっていう感じの、でも見た目薄味みたいな色なんですけど、透明だからなんかめっちゃ濃い。あ、美味しい。これはカニかな、なんだろう、カニのつくねみたいな、うん、うん、
美味しくてもうツルツルいけちゃいます。このねもりもりな野菜もちょっと入れよう。暑いところでちょっと涼しさを感じつつもでもやっぱり暑いっていうところで熱い麺を食べる、うん、これがもうホットですいろんな意味でホットです分流の中に入ってるこの黒い塊、これ何だと思いますか、ね、私初めて食べた時何これと思ったんですけど、レバーみたいな感じがしたんですけど、これね豚の血の塊、体にはすごい良さそうだけど、そう聞いたらなんかあんまり一口食べてみようかな、あんまり、でもせっかくだからね食べよう。お、美味しかったです何とも言えない味で、なんかちょっと噛んだらぬめりってくっつく感じがします。なんて言うんだろうこれ、58、ちょっと待って58000、どうもカモンいただきました、ごちそうさまでした。美味しかった。分流55000丼なので、まあ、300円しないぐらい、250円ぐらいで食べれて、おしぼりがね3000丼15円ぐらいでした。なのでまあ15円ぐらいだったらね、結構厚手なおしぼりだったから汚れた時に使えるからいいですよね。朝あれだけ飲み物飲んだのにもう喉渇いてなんかフラフラなのでサークル系もあるからサークル系で買おうか。でもねカフェ天国だからカフェを見つけてそこでベトナムコーヒーでもね、やっぱりベトナム来たらベトナムコーヒーを食べましょう、飲みましょう。地図見ずに大体の感覚で寝るからどこにおるかわからなくなったんですけど、ちょっとねおじさんに聞いたらこっちの方チャーチあるということで、やっぱりホーチミンに来たらここには行かなきゃというところですよね。教会と郵便局に行きます。こうやって観光してるとお手洗い行きたくなった時になんか行くところないというか、カフェとかにね入ったら借りれるんでしょうけど、でもそうじゃない限りスーパーとかコンビニとかも使えるのかな、なんかどこに入ればいいかわからんくなるから、そこはちょっと考えて歩かないとね、あもうお手洗い行きたいよってなった時に大変だからでもそうなった時はカフェに入ればいいのかな。あめっちゃ工事してる、通れないな。え、車道？すごいね、うわなんかすごい粉塵が今知ったんですけど、っていうか今更知ったんですけど、横断歩道っていろんな種類あって、日本みたいな3つのもあればなんかああいうのもあるし、1個だけっていうのもあるんですけど、赤い光が消えたら行っていいみたいな感じのところもあるっぽい。うん、今までね赤消えても青になってないから全然いけれんが、そしたらまた赤になったっていうのよくあったけど、これ行ってよかったんだね、多分そうだと思いますこうやって学んでいく、大体の方角で歩いてたら、大体の方角で歩いてたらちょっと違う方向に行っていたので戻ってきてます。暑いけどこういうね木々があったらすごく過ごしやすくて、まあ暑いけどね木々があるからもう排気ガスを感じないというか光合成してくれてるって感じ。おびっくりびっくり、着きました。ここが統一街道というところです。すっごい立派な建物ですよね。建物の一番上にはねでっかいベトナムの旗もありますが、ここは
旧大統領官邸で、事実上ベトナム戦争がここに戦車が入ったことによって終わったっていう、まあ、すごく戦争に馴染みの深い場所です。いつ来てもこう威厳を放っているというか、触っちゃいけないかなみたいな、そんな感じのこう雰囲気を醸し出していますよね。入場料払ったら中にも入れるんですけど、私も3年前に入って日本語のガイドの音声も貸してくださるので、すごく観光しやすいところだと思います。中にはヘリコプターの何着地するところ、ヘリ置き場みたいなところもあったりして、あとね車とか展示されていて、部屋の数もめちゃくちゃあって、ベトナム戦争時代に南ベトナムの人たちがこう作戦会議をするような場所だったので、その作戦会議をする地下の部屋だったかな、そういうところとかも入ることができます。私はね、初めてベトナムに行った時、ベトナム戦争の事実ってあんまり知らなかったんですけど、ここに行ったことをきっかけにすごく歴史について勉強してからまた行ったらね、見方も変わるんでしょうけど、そうじゃなくてもすごく見応えのある感じの場所でした。統一街道は歴史好きな方もそうだし、ベトナムを知りたいっていう人にもおすすめできます。なんかめっちゃアドバイザーみたいになってますが、ここはぜひ、結構部屋数あるから回るの時間かかりますけど、それでも行く価値はあるかなと思います。着いた、ハイランズコーヒーです。この統一街道前にハイランズコーヒー、ちょっと休憩しよう。フィンスはだ、サイズはブーは、サティナイン。あ、大丈夫です。はい、カモン。ベトナムコーヒー頼みました。氷、もりもりなベトナムコーヒーです。サクッと今まで行ったことあるところに回ろうと思ったら結構、ね、そんなめちゃくちゃ距離あるわけじゃないけど、暑いからかなり体力がやられます。いただきます。うん、おお、濃い濃い、めっちゃ濃い。この苦甘です。苦くて甘い、それがベトナムコーヒー。めっちゃ濃いからね、この氷が溶けたぐらいがちょうどいいぐらいの濃さってぐらい濃いから、暑いベトナムでも外でも長時間飲める。うん、おー濃い、美味しい。ハイランズコーヒーで涼んだのでちょっとね移動しましょう。次こそはチャーチと郵便局着くかな。多分こっち向きなのでこっちに渡りたいんですけど、これね横断歩道に信号なくって、これどうやって渡れば。怖いな。でもタイミング見計らって、めちゃくちゃ優しいおばちゃんがね、渡れた。
めちゃくちゃ優しいおばちゃんがね、私の服掴んでちょっと待ってってちゃんとこう今よ今よタンって押してくれて無事に渡れました。この心優しさがすごい染み渡った。道路を渡るだけなのにこんなに大変。ベトナムの方はどうなんでしょう。これまあね、当たり前だから普通に渡れるんだろうけど、こんなにすぐ渡れるものなのか、めちゃくちゃ気をつけてるものなのか、ね、私にはいつまで経っても慣れないんですが、おばちゃんに本当に感謝です。今いるのがあそこが統一街道で、これ、ね、すごい自然の綺麗な公園なんですけど、ここをまっすぐ行くとチャーチと郵便局に着くので、はい、ゆっくり歩きましょう。日陰はいいですね。ほんと久しぶりに飲んだんですけど、こんなに濃くなくてもいいかなってぐらい結構濃かったでもそれがね美味しいんですね。それがハマるんですね。カフェインがめちゃくちゃ入っててね、最近カフェインレスな生活してたから久しぶりのカフェインでちょっと震えそうに若干震えてたけどなりながら。でさっきカフェで気づいたんですけど、この時差、日本とベトナムって2時間の時差があって、ベトナムに来ると日本より遅いから2時間まあ増えてる感じだったんですけど、それに私気づいてなくって、朝8時ぐらいから観光してたと思ってたら本当は6時から観光してました。それに気づいた時めちゃくちゃびっくりして、本当に気づいてなかった。だから感覚的にはもう夕方の4時ぐらいの気持ちなんですけど、実際まだね12時来てないっていうめちゃくちゃ不思議、ね、時差2時間。いろんなところにこんな大きな木があるんですけど、地味に怖いのがこの木が倒れないようにロープをねこうやって張ってるんです。でもそれがすごいか弱い電柱だったり、まず電柱にロープっていうのも怖いんですけど、木が勝ちそうな感じです。さっき上からね枝も落ちてきたしついたついた。ここが中央郵便局です。あ、こっち、あれあれまだ工事してんの。ここが西郷大聖堂なんですが、え、あれ工事なんで。工事してて、あ、もうすぐ工事終わるんだなんて言ってたらまだ終わってなくて、前よりね足組みがめちゃくちゃ組まれてます。もう全体見えないぐらいに組まれてて、あれいつ工事終わるんだろう。教会の原型があんまり見えません。ここはレンガ造りの教会で、もうこれこそなんかサイゴンの名所の一つですって言った感じなんですけど今は覆われてますで、この横にあるのが中央郵便局と言います。近くまで行ってみよう。中央郵便局です。この建築めっちゃ綺麗じゃないですか。私この色が大好きで、このクリーム色なんだけどでもちょっと明るい黄色みたいな感じがすごい映えて、ヨーロッパらしさもあって見てるだけで優雅な気持ちになりますよね。これさっき言ったホーチミン人民委員会庁舎と同じ作りで、コロニアル建築で作られてます。フランス統治時代のものなので歴史があるものです。見た目ねもうどう見ても駅にしか見えないですよね。なんですけどこれは郵便局です。あ、あれあれ、あれ全然違う、変わってる。前はね、まあ、観光客めちゃくちゃ来てて、旅行ツアーなんかもここにバス止まってみんな来るようなところだったんですけど、まあ、人がいないのと、ここにお土産屋さんぶわーって
めちゃくちゃバーって並んでて、ここもねお土産屋さんバーってなってたのに一個もない。観光客がやっぱり来ないからなのかな。一応お土産屋さんはあそこの端っこにね、端っこと端っこにあるんですけど、もう本当に郵便局といった、まあ、郵便局だから、まあ、郵便局でいいのかもしれないけど。でこの天井すごい綺麗じゃないですか。このアーチ型の、ね、天井めっちゃ綺麗で、向こうにはねホーチミンさんの肖像画が描かれています。私初めてベトナム旅行に来てここに訪れた時、謎の大臣がいるとか言っちゃってごめんなさい。でもこれはベトナムの英雄のホーチミンさんがドドンといらっしゃいます。今までは観光客の私からしたら、もう観光で来るところプラス郵便局やってるっていう感じだけど、もうこうなったらね、もう郵便局の本能を引き出した、本能を、郵便局の何、人少ないからちょっと涼める感じもする。めちゃくちゃ脇のお店も結構お土産ありますね。これだけでも結構十分なぐらいある。なんか食器まであります。あ、シクロすごいいっぱい、こういう戦車とかもあるし、あ、この飛行機の模型もあるんだ、すごい。あ、私のベトナメーゼ T シャツも3枚セットでいくらなんだろう、書いてないな。いくらだろう。あ、これも持ってます、 iPhone。不思議なお土産がいっぱいある。ここで国際郵便とかねしてみたいんですけど、ちょっとハガキが売ってなかったな。ハガキがねあそこで売ってて、そしたらできるんじゃないかな、郵便局だし。うん、次回試してみよう。国際郵便の方法知らないのでちゃんと調べてから来なきゃいけないですね。ということでホーチミンの街歩きでした。次回は長い間工事中だったホーチミンの日本製の地下鉄、少しずつ全貌が見えてきました。現在のホーチミンの地下鉄の様子についてご紹介します。お楽しみに。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。ヘンガッ。